大変長らくお待たせいたしました。団体臨時列車急行キハ四国参り巡回の旅、まもなく発車いたします。ご乗車のお客様、車内でお待ちください。まもなく発車いたします。団体臨時列車の松山行きです。まもなく発車いたします。ご乗車のお客様、車内でお待ちください。まもなく発車いたします。ドアが閉まります。ご注意ください。発車します。閉まるドアご注意ください。
進行方向、マシ1号車の後ろより1箇所と、一番後ろ、マシ3号車の前よりに1箇所、合計2箇所を備え付けております。どうぞご利用ください。また列車がポイント通過、カーブを通過する際、大きく揺れる場合がございます。お立ちのお客様、手すりなどをしっかりお持ちいただき、お怪我のないよう十分ご注意ください。なお、ご昼食のお弁当につきましては、雲川駅到着前にお配りをさせていただきます。どうぞお楽しみにお待ちください。まもなく朝日に停まります。普通列車との行き違いのため約5分ほど停まります。9時27分の発車までお待ちください。朝日を出ますと伊野、石坂は大野坊の順に停まります。途中麻生には停車をいたしますが、ドアを開きませんのでご注意ください。それではキハ18号系の旅、どうぞお楽しみください。今日はご参考いただきまして誠にありがとうございます。担当いたします添乗員はワープ高知支店、矢川、内村、片岡、山本4名が同行させていただきます。どうぞよろしくお願いを申し上げます。以外のお客様ご乗車になれませんのでご注意ください。この列車は特急列車、普通列車ではございません。団体専用列車でございます。ご予約以外のお客様ご乗車になれませんのでご注意ください。9時27分の発車までしばらくお待ちください。専用列車の松山行きです。お待たせいたしました。まもなく発車いたします。ご乗車のお客様、そろそろ車内にお戻りください。団体専用列車の松山行きです。まもなく発車いたします。
ご乗車のお客様、車内でお待ちください。まもなく発車いたします。ドアが閉まります。ご注意ください。ドアが閉まります。ドアが閉まります。ご注意ください。
列車行き違いのため約5分ほど停車いたします。発車までしばらくお待ちください。さあ、おかれますが発車の2分間には車内にお戻りくださいませようお願いをいたします。まもなく水戸に止まります。9時40分の発車です。少々お待ちください。2度出ますと次は西高川に止まります。西高では約25分ほど停車時間がございます。ありがとうございます。ただいま途中の井戸駅に停車中です。普通列車との行き違いがございます。少々お待ちください。9時40分の発車です。なお写真撮影とされるお客様にお願いをいたします。写真を撮りされる場合はホームの内側でお願いいたします。ホームの先端部分には立たないようにお願いいたします。事故防止にご協力をお願いいたします。写真撮影される場合には白線黄色い点字ブロックの内側よりお願いいたします。発車します。しばらくお待ちください。
ご案内いたします。ただいま仁淀川を渡っております。本日は徐行運転にて走行いたします。どうぞ左右美しい仁淀川をお楽しみください。
誤りがありますが、すみません、ご了承ください。後ろの方に空いてますか？後ろ、はい、今、そうですね、現状に空いているところが空いてます。
行きは9時56分の到着です。発車は10時21分でございます。なお西高駅では普通列車と特急列車の行き違いがございます。また特急列車追い越しもございます。特急列車の追い越しの際通過となりますので十分ご注意ください。特急列車高速で通過をいたします。写真撮影をされるお客様はお隣にいますが白線チェンジブロックの内側でお願いをいたします。ご協力をお願いいたします。まもなく西高輪です。西高輪を出ますと大野号に停まります。途中麻生に停まりますがドアは開きませんのでご注意ください。
水とか寒いですか。あ、今のところ大丈夫です。はい、何度いただいて。あ、ありがとうございます。冷房も何度。わかりました。呼吸がね、はい、15分ぐらい。15分ぐらい。大丈夫ですか。
からご乗車にご協力いただきましてありがとうございます。まもなく発車いたします。閉まります。ドアにご注意ください。まもなく発車いたします。ドアにご注意ください。次は大野号に停まります。次は大野号です。次は大野号に停まります。なお先ほど停車いたしました西酒場駅は土産線の高知伊勢の駅でも追い越しと行き違いが同時に行える貴重な駅でございます。土産線の高知から西の区間は特殊自動閉塞と呼ばれる列車本数に制約のある閉塞方式を採用しております。また駅の分岐器には発情転接機と呼ばれるスプリングポイントを多用した駅が多くございます。そのため通過駅であっても40キロから60キロほどの速度で減速をいたしまして通過をいたします。またこれより先列車は酒川駅を通過をいたします。酒川駅を通過をいたしますと途中に戸賀野駅という駅がございます。戸賀野駅にはかつて世界的輸送の貨物列車の入れ替えも行われていた駅でございます。また一部、当時のお忍ばせる配線跡等もございます。一瞬ではございますがどうぞご覧ください。なおトンネルを抜けますと列車は須崎市へと入ってまいります。
く進行方向、右側には白石工業先工場が見えてまいります。現存するハウルの後ろと呼ばれております。一瞬ではございますが進行方向右側どうぞご覧ください。では間もなくいたしますと途中の麻生に止まります。麻生駅では特急列車との行き違いのため少々停車いたします。停車期間は終わったのためドアは開きません。ご了承ください。麻生出ますと次は大野号に停まります。大野号では普通列車との行き違いがございます。3分ほど停車いたします。少々お待ちください。
さて、次大野号、3分で次大野号です。発車します。発車します。閉まるドアご注意ください。
下は12時19分の音です。またその後、土佐新庄駅付近では一旦徐行をいたします。土佐新庄駅は進行方向右側にございます。ゆるキャラのしんちょう君をモチーフにしましたイラストを駅舎にしておりますので、どうぞご覧ください。まもなく須崎駅を通過いたします。まもなくいたしますと、土佐新庄駅を徐行で通過をいたします。また新庄川もご覧いただきます。新庄川の清らかな流れ、どうぞご覧ください。土佐新庄を通過をいたしますと、列車は山の中へと進んでまいります。これより先、三宅坂という峠を登りまして、土佐久礼という町へと向かってまいります。なお、特急列車が停車をいたします。土佐久礼駅もこの列車は通過をいたします。ぜひ一緒の体験をお楽しみください。
ります川は新城川でございます。日本で最後に川草が発見されたと言われております新城川でございます。途中の淡い木までもスピードを落としまして走行いたします。また進行方向右側に見えてまいります淡い木にはダブルベンチも設置しております。どうぞご覧ください。
たしますと、列車は土佐久駅を通過いたします。一面二線の小さな駅ではございますが、特急列車の全列車が停車する駅です。でもなく中土佐町の中心の駅となります土佐久駅を通過いたします。
お弁当をお配りをさせていただきました。一部お休みのお客様にはお声掛けをせずにお配りをさせていただきました。お弁当をお待ちでないお客様いらっしゃいましたら、またお水の時で構いませんので店長にお申してください。さらにお弁当を順次お配りさせていただきました。なお、お休み中のお客様いらっしゃいましたためお声掛けせずにお配りをさせていただいております。お弁当を必要なお客様いらっしゃいましたら、お気軽にお店長までお声掛けください。次の列車は間もなく久保川駅に行きます。乗務員交代のため5分ほど停車いたします。明日まで少々お待ちください。なお、本日のお弁当は高知駅の駅弁で有名な安藤商店に特製幕の内弁当をご用意させていただいております。安藤商店の特製幕の内弁当をご用意させていただいております。土佐名物ウツボの南蛮漬けや土佐八金地鶏の唐揚げなど地元の食材をふんだんに使ったお弁当となっております。どうぞ四万十川の流れの風景とともにお召し上がりください。なお、配達弁当の容器につきましては順に添乗員が回収をさせていただきます。それまで少しお待ちください。まもなく途中の久保川に着きます。乗務員交代のため約5分ほど停車いたします。なお、高知駅から久保川までは高知運転所の山崎運転士と車掌下村車掌にご案内させていただきました。ありがとうございました。久保川駅にて宇和島運転区の乗務員に交代をいたします。
の海洋のホビートレインとの行き違いがございます。まもなくといたしますと川奥信号場へと参ります。列車一旦停止をいたします。
なお信号場の中心には診察クロッシングが設けられております。そのため中村線同士の行き違いや淀線同士の行き違いもできるものとなっております。なお高崎の鉄道中村線はこの先トンネルを下りループトンネルとなっており、映画館に一瞬ですが高崎の鉄道の車両がご覧になれることもできます。ただいま行き違いのため川奥信号場にて一旦停車をしております。少々お待ちください。
とうございました。高知県の高知県ともあとわずかとなってまいりました。高知県と愛媛県の県境に位置をいたします伊川崎に到着です。これより先西賀方駅を越えますと愛媛県へと参ります。まもなく伊川崎行きは12時10分の到着で発車は12時14分でございます。約4分ほどの短い時間でございますがどうぞお願いいたしますので、どうぞ気分転換に車外にお引きください。停車時間わずかとなりますのでお乗り遅れ等のなさいませんよう十分ご注意ください。まもなく伊川崎に着きます。高知県最後の停車駅となります。ご乗車ありがとうございました。まもなく伊川崎です。発車は12時14分の発車でございます。お時間までに車内にお戻りください。山田区を出ますと次は愛媛県に入りまして吉野部に停まります。吉野部では四万十六湖との行き違いがございます。少々お待ちください。まもなく江川崎です。
ませんいたしました。まもなく発車いたします。ドアが閉まりますのでご注意ください。
客様にご案内いたします。列車は愛媛県へと入ってまいりました。まもなくいたしますと進行方向右手には松地駅が見えてまいります。松地駅は JR 四国の中で一番ホームの短い駅で1両分しかホームの高さがございません。2両編成の列車は1両をドアカットをして対応しております。まもなくいたしますと松地駅を通過をいたします。松地駅を通過いたしますと吉野部で停車をいたします。四万十の高校との行き違いを行います。停車時間わずかとなりますので降りのお客様お乗り遅れとなさいませんようご注意ください。吉野部を出ますと宇和島まで止まりませんご注意ください。吉野部を出ますと宇和島まで止まりませんご注意ください。なお、淀線について少しご案内させていただきます。淀線は1914年に宇和島から吉野部駅まで宇和島鉄道として開業したのが起源となっております。当時は762ミリの経年鉄道として開業いたしました。またその後、江川崎から和歌山まで全通したのは昭和49年。全線が開通いたしましたのは1974年のことでございます。そのため江川崎駅を境に宇和島側と高知県側で線路の規格に大きな差がございます。これから先淀線は最高速度65キロの区間を走行してまいります。また急カーブ、急曲線や急勾配のある区間を走行いたします。先ほどの本企画の路線とは打って変わってローカルな駅が一層と濃くなってまいります。江戸線ならではののどかな雰囲気をどうぞお楽しみください。Thank you.
ただいま停車中の駅は府中の吉野部駅です。この駅で普通列車と行き違いを行います。少々お待ちください。吉野部駅発車は12時31分でございます。停車時間短くなりますのでご注意ください。12時31分の発車です。四万十の方向と行き違いを行います。少々お待ちください。停車時間わずかとなりますので列車の遠くに行けないようにお願いいたします。途中の吉野部駅です。当駅にて四万十六号との行き違いがございます。少々お待ちください。列車到着までしばらくお待ちください。なお、対向列車が参りますとすぐの発車となります。列車の近くでお待ちください。12時31分発団体臨時列車の松山行きでございます。ご予約以外のお客様ご乗車になれませんのでご注意ください。この列車は団体専用列車です。ご予約以外のお客様はご乗車になれませんのでご注意ください。行き違っております四万十六号少々遅れております。発車までしばらくお待ちください。
にお詫びとお断りを申し上げます。本日、四万十の方、多くのお客様にご利用いただいており、少々遅れております。まもなく発車いたします。ご注意ください。まもなく発車いたします。お待たせいたしました。まもなく発車いたします。信号代わり試合発車です。ドアが閉まります。お近くのドアから車内にお入りください。まもなく発車いたします。信号管理次第すぐの発車です。お近くのドアから車内にお入りください。まもなく発車いたします。閉まります。ご注意ください。発車いたします。ドアが閉まります。ご注意ください。なお発車いたしますと列車は左右に大きく揺れます。お立ちのお客様は十分にご注意ください。列車遅れまして、ご迷惑をおかけいたしております。
駅を通過いたします。近長駅は紀北町の中心部の駅でございます。また与野線の拠点の駅としても知られております。宇和島から近長間の区間運転も列車もあり、普通列車の大半は近長駅で折り返しをいたします。ただいま近長駅を通過しております。
明いたします。ただいま列車は与野線の北宇和島筆区間を走行しております。この区間は与野線の中でも急勾配の存在する区間でございます。最急勾配33番目の坂を制限速度35キロから40キロほどでゆっくりと下っております。坂を下り上がりますと予算線と合意をいたしまして宇和島駅へと参ります。宇和島駅到着前には進行方向左側に宇和島運転区が見えてまいります。歴史ある給水塔や線形車庫がご覧いただけます。ただいま約2分ほど遅れて運転を出しております。列車遅れましてご迷惑をおかけいたしております。
車は北宇和島行きを通過いたします。北宇和島駅を通過いたしますと3分ほどで宇和島駅へと参ります。宇和島駅では約10分ほどの停車時間がございます。発車の時間は13時24分、1時24分の発車です。なお宇和島駅は予算線の松山から宇和島間の輸送における拠点の駅でございます。JR ホテルプレネント宇和島を併設した駅舎や予算線の制御所などもございます。予算線の南予部分を司る中枢部分でございます。また毎日1本の特急列車宇和西号が松山と宇和島駅の間を結んでおります。また毎年10月には宇和島運転区内でふれあい祭りが行われます。規模こそ他の運転所に比べるとこじんまりとしておりますが、少ないお客様でゆっくりとお楽しみいただけるのが宇和島運転区のふれあい祭りの特徴です。今年の鉄道ふれあい祭りはぜひ宇和島運転区のふれあい祭りにお越しいただいてはどうでしょうか。なお列車はまもなく北宇和島駅を通過いたします。列車はポイントを渡る際大きく揺れる場合がございます。お立ちのお客様は十分ご注意ください。なお宇和島駅では改札の外に出ていただくことができます。お買い物、お飲み物のお買い求めのお客様、駅併設のセブンイレブンキオスクをご利用ください。なお停車時間が少し短くなっておりますので、お戻りの際は十分ご注意ください。なお、お手洗いのお客様は列車着きました1番乗り場のお手洗いか、改札を出ていただきまして左側に進んでいただきますと改札外にもお手洗いがございます。どうぞご利用ください。次の宇和島駅の発車は13時24分の発車です。なお、お客様にご案内いたします。本日はお集まりいただきましたお客様のために JR 四国の宇和島駅と宇和島運転区の全面協力をいただきまして、特別に2番乗り場にキハ185系3000番台を据え付けております。短い時間ではございますが、キハ185系3000番台とアイランドエクスプレスの並びをぜひお写真にお収めください。なお3番乗り場には宇和島止まりの普通列車が入ってまいりますので十分ご注意ください。宇和島駅の発車は13時24分、宇和島駅の発車は13時24分、1時24分の発車です。お時間までに列車にお戻りください。列車は宇和島駅1番乗り場に止まります。進行方向左側のドアが開きます。ご注意ください。宇和島に到着です。発車は13時24分でございます。10分ほどのお時間でございますが、少し体をリラックスしてはいかがでしょうか。
乗車お疲れ様でした。宇和島でございます。